どうも、ヤマトランクスです。ファイナルファンタジー9、続きからやっていきたいと思います。ギザマルク洞窟の攻略の途中ですね。進めていきましょう。お、なんだ、モグタ、ちょっと待つクポ。なんだ、仕掛けがある？これ持ってけクポ。ホーリーベル。なんかのキーアイテムですかね。またクポの実を持ってきてほしいクポ。おう、ありがとう。ありがたく受け取っていくわ。何に使うか教えてくれよな。で、まだ行ってないのは、ここだけど、ベルなくない？あ、手に入れたベルを鳴らしてみるって書いてある。ホーリーベルが使えるってことかな。手に持ったベルと扉のベルが共鳴している。開いた。おお、兵士が倒れている。お主、大丈夫か？フライヤさん、気をつけてください。ギザマルーク様が変な二人組に操られ、あれ狂われております。ギザマルーク様って何？人なの？何？なんか出てきたんだけど。ボス？唐突にボス？もしかしてそのギザマルーク様ってやつなのかな？姿が見えないんだけど。どこにおんの？おうおうおう、でけえ蛇の化け物飛んでるし。これギザマルークなの？なになに、やばい。なんか技やばそう。絶対こいつサンダー弱いだろ。エリクさん盗んだ。ミス。体当たり。まあでもなんか倒せそうですね。サンダーがどれくらい入るかですけど。129。微妙ですね。なんだ、魔法か？サイレントボイス？まさか沈黙の効果あったりする？うわ、沈黙になった。ビビが魔法使いになった。体当たり。クイーナが結構食らっちゃってるんで、回復させたいんですけど。まあ、ポーションでいいかな。ジタンもやばい。三角帽子を盗んだ。あまり強いものではない気がするんだけど。ちょっと待って。自分でハイポーションしとくか。まだ盗めるかな。まあ4人いるからね、なんか倒せそうなんですけど、油断してると死んじゃうかな。ウォーター、これジタンやばいんじゃない？うわ、やばい。ジタンが死んだ。ポーションが間に合わなかった。ちょっと待てよ。あれ、これ入れれないんだ。死んでる時点の回復入れれないんだ。これコマンド選んでから発動するまでに結構ラグがあるんで難しいですね、意外とね。まあ、昔はこんな感じだったか。 RPG もまだ盗めるかな。ハイポを入れたくて。うわ、クイーナ防御力が結構低いのかな。結構ハイポーション使っちゃうけど、えぐい。フライヤーは結構硬いですね。まだ盗めるな、これ。まだなんか持ってる。2つ盗んだけど、まだなんか持ってる。倒すのが先か、盗めるのが先か。これ沈黙ってずっと治んないのかな、ビビの。まあ、ビビは別にヒーラーとして、アイテム使いとして使ってもいいんですけど、やまびこ草があれば、沈黙治るんですよね。フライヤーがちょっと HP が少なくなってきたんで、回復を入れておきたいところ。ポーションでいいかな。お、フライヤーのトランスが溜まった。これなんか変わんのかな？なんか技変わる？盗めない。さあ、やまびこそうでビビ、この沈黙を直していって魔法が使えるようになる。ジタンはずっと盗む。フライヤーがなんか青くなったな、青く。で、ファイヤー入れてみるか。さあ、次は？いいねー。ポーション入れとくか、ジタン。フライヤー狙いだなー。竜技、なんかないの？なんでなんもねえんだよ。なんでなんもねえんだよ。99。ファイヤーもそんなに入らないね。普通に物理のが入るわ。さあ、フライヤーもね、回復入れておきたいところ。よいしょ。うわー、痛いな。ハイポー入れるか、ハイポー。オッケー。そろそろ倒しちゃうんじゃないかな。何も持ってない。え、何も持ってないってなんだ。何も持ってないって。今更？おい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 。もっと早く言えよ。じゃあ、総攻撃といきましょうか。こっからは攻撃のターン。もう盗む必要はお前にはない。あ、いや、3段しなかった。殴っていく。多分そろそろ倒せるんじゃないかな。よいしょ。まだか。ジタンの攻撃、多分結構入ると思うんで。おっと、トランスが解除されていく。殴る。さすがジタン、めちゃめちゃ強い。400か。それは強すぎだな。そろそろ落ちてほしいところ。落ちろ。しぶといね。あかん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 。よし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 。こっち食べれたりするかな。さすがにボス食べれん。うわっ、危ない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 。ボスは食べれんよな。オッケー、倒した。なんか雰囲気でわかる。ちょっと間があるよね、倒した時って。オッケー、ギザマルーク撃破成功。なんだったんだこいつ。オッケー、テントマゲット。ギザマルーク様があれ狂うとはただごとではない。あいつは何なん一体。王が危険じゃ。お、場面が変わりましたね。スタイナー、国境の南ゲート。ここを越えればいよいよ、アレクサンドリア領である。まさかあの袋の中、ガーネットいる？あ、動かせますね。通っていいですか？背の低いゲート兵。そこをなんか言う必要ある？背の低いって。悪口やろ。お前見かけない顔だな。背の高いゲート兵。ノッポとチビだね。こんなところに何しに来たんだい？南ゲートの修復作業員の募集に応じてやってきた。住み込みで働けると聞いて、一通りの荷物を持ってきたのである。そりゃ助かるね。この間の事故からずっと修理してるんだけど、まだ動かないんだよ。話がわかる兵士ですね。規則なんでな。その荷物、検査させてもらうぜ。やばいんじゃないの？荷物検査はやばいんじゃないの？なんだ？5、6歩下がっててくれるか？やっぱりこれも規則なんだな。あ、その辺でいいですよ。すみませんね。これも規則でして。規則はね、大事だよ。うん。私、お話し相手になりますよ。めちゃくちゃいい兵士じゃん。愛想がめっちゃいいね。むむ、これでは身動きできないのである。今ね、警備を強化してまして、女の子と中年男の二人組が手配中なんですけど、あなたここに来るまでに見かけませんでした？手配されてんだ。硬いな。どうなってるんだ？その女の子ってのが、アレクサンドリア始まって以来の、ビキと言われるガーネット姫とそっくりって話なんですよ。よし、ほどけてきた。でも、あのブラネ女王の娘でしょ？女王はすごい姿っていうのに、その娘が美しいって、ちょっと信じがたいんですよね。その疑問俺も思ってたんだけど。ん？なんだこりゃ！一体、あれは何なんだ？腐った匂いのするものは、毒か？貴様何を考えている？腐った？自分はそのようなものは持っておらんが。これは君の嫌いなあれだよ、あれ。リンドブルム珍味、ギサールの野菜のピクルスだ。あ、そういえば大量にね、買ってましたね、スタイナーね。ピクルス。しかしまたこれほど持ってくるとは。大好物なのである。これがなくては、一日が始まらないのである。わかったわかった。もう言っていいよ。あれが好きな人って、みんなそう言うんだよね。かたじけ。それでは、通らせていただく。なんとか通ることができましたね。まさかギサールの野菜のピクルスにまみれて、ガーネット女王、ガーネット王妃、中に入ってる？ついに門の内側へ、姫様の計画、お見事です。さて、どこか人目につかぬ場所は、あの通路の影が良さそうである。しかし、あの娘とそこの男が少々邪魔であるな。話しかければいいのかな？邪魔らしいですよ。バイトのマリ、どうしよう。あの人の店が潰れてしまうなんて。え？山の向こう側にいたから全然知らなかったの。励ます。手遅れとなったことを悔やんでいても、何も始まらないのではないか？なんか殴られた今。自分の言いたかったことは、ここまで来たんなら、見守るだけでなく、できることがあろうということであります。そうよ、そうよね。なんで私まで沈んでるんだろう。あ、言ってくれた？ありがとう。あとはあの男だけである。こいつか。何してんの？真面目そうな青年。型番3が2個。次はなんか部品を取りに来てるのかな？お、その荷物、ここに働きに来たんですね。答える。その通りである。歓迎しますよ。僕も5ヶ月前に来たばかりです。ここ、防電門で、機械主任をしてるんですが、主任といっても、部下はあそこの彼だけですし。彼ね。半年の契約なんで、来月には城に戻るんですけどね。戻ったら、霧のない空を飛ぶ、新型機関を積んだ飛空艇の建造に参加できるんです。霧の大陸の外は未開の地でしょ？そこに船ではなく飛空艇で行けるようになれば、どんな蛮族がいようと問題になりませんよ。飛空艇の可能性をさらに広げるシド太后様って素晴らしい方ですよね。すみません。一人でベラベラとよく喋る男だ。人払いできてないんだけど。もう一回？早く帰りたいのは山々ですが、ここにいる間はしっかり働きます。人払いができておらんぞ。こっちか。作業員のハンス。なんだか世の中おかしい。お化けが出るって噂もあるし、そもそも南ゲートってなんで壊れたんだ？やばい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 。このもん立て付け悪いからしょっちゅう壊れちゃうの。霧の下まで続く道なんてどうせ今誰も使わないんだし。直さなくていいと思うでしょ？だから見た目だけ綺麗にするの。それで2ヶ月は問題なしになっちゃうの。キシシ？キシシって。切るってやばいのこれ。切るやばいな。この門から侵入できなかったのは、貴様のせいであったか。切らないよ。切らないよ。ここは姫様のため、耐えることがまっこときし。なんだ切るって。これどうしよう。あ、上に宝箱あるわ、これ。これでは登れん。もどかしい。どうしよう。これどうやってどかすのこいつ。他のやっぱり、お話ししたいことがある。続きが始まるぞ。なんですって？霧の下への扉が壊れたまま？教えてあげたんだ、さっきの話を。僕が若いからごまかせると思ったのか？ちょっと失礼します。責任感が強い男、いいやつ。これで人払いができたのである。よし、行こう。おい、ちょっと待ちな。兵士が来たぞ。何バレた？規則なんでな。ちょっとこっち来てくれるか？ここに来て、バレちゃった？まあ、行くしかないよね。ここで騒動起こしてもしょうがないし。そこで止まれ。合図するまで動くんじゃないぞ。ゆっくりとこっち向くんだ。妙な動きをするんじゃないぞ。なんだよ。ふぅ。あのな、南のゲートの山頂に行くにはゲートパスが必要なんだ。ここに置いておくから、俺が離れた後で拾うんだぞ。え、めちゃくちゃ優しい人？パスくれるの？あんなくせえものを持ってるお前が悪いんだからな。いいか？ちゃんと渡したぜ。パスくれたぞ。よかったよかった。バレたかと思ったんだけど、ね。そうじゃなかったね。ゲートパスを手に入れた。よーし、オッケー。順調、順調。ん？あ、いった。さあ、場面切り替わって。5本。招致千番。それで全てが丸く収まれば、世の中に不幸せなど存在しない。スタイナ、もう大丈夫？やっぱりガーネットさんいましたね。はっ。わかりました。では、あたりに注意を払っておいてください。はっ。ごそごそ。え？袋から出てるの？ごそごそ。風が気持ちいい。でもこの匂い、頭が割れそうだわ。よく我慢したな、あの臭い匂いにな。まだ見張ってるわね。今のうちに元の服に着替えようかな。着替え？ガーネットの着替え？反対側を見張る。行け、見に行け。キャ！こっち向かないでね。おい、着替えちゃったじゃないか。ちゃんと覗けよ。スタイナ、もういいわよ。お姫様、スタイナ？あ、ガーネット殿。南ゲートを越えて、トリノに着くまではそう呼んでね。それから敬礼もダメ。そうでありました。トリノまで行き、城へ戻る手段を得るためにも気をつけるであります。じゃあ、行きましょう。わあ。これで山頂まで行けるのね。なんか汽車みたいのがあるね。なんか先頭にごつい馬みたいのがついてるんだけど、ユニコーンかな？角がついてますね。山頂の向こうはもうアレクサンドリアなんでしょ？ジタンがいなくても、ここまで来ることができたわ。はっはっは。あんな男をこちらから願い下げでありましょう。さて、宝箱をゲット。ポーション。あ、モーグリちゃんいますね。モグネット。お願いがあるクッポ。あ、お願いだ。ナズナに手紙を渡してほしい。オッケー。ありがとう、クッポ。あと、ついでにセーブしておきましょう。はい、無事セーブ終えました。ちょっと一旦戻って。あ、戻らない方がいいわね。宝箱があったけど回収できないみたいですね。じゃあ行くしかないってそんな感じでしょうか。これチケットとか買う系かな。いらっしゃいませって言ってるんで。どうぞどうぞ。あ、道具屋か。道具屋さんだったらいいや。どうやって乗るならここかな？ベルクメアに乗車されるのかな？そんな名前の列車なんですね。乗る。では、ゲートパスを見せてもらえるかな？さっきね、もらいましたね。はい。おい、確かに。お客が少ないので、出発時間は融通できるよ。出発しましょう。では、乗ってくれ。もうじき出発するんだな。おー、中もちゃんとあるんですね。ご覧の通りガラガラだ。好きな席に座っとくれ。誰もいない。ここに座りましょう。それじゃあ出発準備に取り掛かるんで、今しばらく待っとくれ。右よーし、左よーし、安全確認 OK。 いきますよ。出発進行です。バイトの間に、待って待って待って。あ、さっきの女性ですね。間に合ってよかった。あ、さっきはありがとうございました。髪型どうなってんだ、髪型。いや、こちらこそである。はてな。まあ、どいてくれたからね、ちゃんとね。出発進行、ナスの進行。久しぶりに行った。ちょっと、気が抜けたみたい。それはそうでありましょう。リンドブルムからここまでの旅、楽ではありませんでした。モンスターとの戦いにおける白魔法での助け。チョコボの森でのずうずうしいモグリに対する毅然たる態度。極めつけはあのピクルスを用いた作戦であります。褒めちぎるな。姫様の行動力には感服いたしました。スタイナ、その呼び方はダメ。また姫様言うとるなお前は。はっ、申し訳ありません。私もジタンに言われて喋り方を変えようとした時は何度も間違えたわ。あの男は全くベルでした。存在で、勝手で。まあその、並外れた行動力を持っていたことは認めますが、姫様、いえ、ガーネット殿への慣れ慣れしい態度といい、どしがたいことばかりでありましたからな。離れてせいせいするというものであります。めちゃくちゃ言うじゃん、本当に。ジタンのこと。お、またまたジタンに変わりましたね。お主、立てるか。フライヤさん、私のことなど気にせずに。どうかブルメシアを、我らのブルメシアを。え？死んじゃった？何者じゃ？ブルメシアを襲った奴らは。行くぞ。フィールドに出ましたね。今回はキリがいのでこの辺にしておきたいと思います。また次回もご覧ください。